ディリ,リンジャーエスケーププランのライブにおけるモッシュモッシュとは、主にロックコンサートにおいて見られる現象の一つ。興奮した観客が密集した状態で無秩序に体をぶつけ合うこと。ヘビメタルやパンクロックなどのライブにおいて観客が始めたのが起源とされ、メロディックハードコア、ハードコアパンク、ブレークコア、スクリーも、ラウドロックなど多様なジャンルのライブ会場で見られる。 その様子は極度に密集した状態で行われる激しい押し競りまんじゅうのようである。大規模なモッシュが発生した場所は、モッシュピットと呼ばれる。2013年2月にコーネル大学の研究所が発表した論文において、モッシュピットは機体のような無秩序な運動状態と定義されている。危険を伴うため、会場や主催者によって事前に、 モッシュ禁止がアナウンスされることが多いが、モッシュやダイブが発覚した場合、退場や公演中断、中止などのペナルティが課されるという完全禁止の公演と、あくまで、モッシュやダイブによる負傷やトラブルについて主催者側が責任を負わないという意味であり、事実上の黙認である公演があるので注意が必要である。また、2007年には、スマッシングパンプキンズのライブにおいて、 没収が原因とみられる死亡事故が起きている。ありがとうございます。